ですか？社畜の道まっしぐらの俺、村田は逃げ込むように訪れる場所がある。球場だ。ちょっとお兄さん。あ、はい。さっきからビールいかがですかって言ってんじゃん。ウリコってさ、装備がマジヤバいんだよね。可愛いだけじゃダメなんて奥が深いんですね。ビールって注ぎ方ですっごい味変わるじゃん。はい、700円。頼むぞ、仕事のストレスを発散させてくれ。まったね、常連さん。お兄さんの応援もちゃんと選手に届いてると思うよ。俺もあの人みたいに堂々とポジティブでいられたらな。